江別市に住む青木功さん。太平洋戦争が終わる直前の1945年8月、当時の樺太の国境を越えて侵攻してきたソ連軍との激しい戦闘の末、囚われの身となった。無理やりケツ叩かれ、ソ連の兵隊蹴飛ばされ、叩かれながら移動してきますね。ノロンノロンノロンと、まあ乞食の集団ですね。抑留されたのはシベリア。極寒の地で強いられる森林伐採などの労働はあまりにも過酷だった。夏物ですよ。それ着てさ、零下20度30度と当然あります。凍傷になるでしょ。凍傷で動けなくなる。それはどういうことだって、働かざる者食うべからず、食べ物当たらない、生き地獄ですよ。青木さんは栄養失調で血液の病を患った。このため右足が不自由になり、朝鮮半島にあった収容所へと移された。病人あふれてる。そして我々どっちかというと、毎日は死体整理、死体埋葬が我々です。死と隣り合わせの毎日。帰って横に座りながらさ、お互いが炎症になってね、病人部隊だから、で故郷に帰りたいな、なんかうまいもの食いたいな、あれ食いたいな、その話ばっかり。いつの間にか返事しないから、おいどうしたって言ったら死んでた。そういう人間ばっかり。明日は俺の番かな、明後日は俺の番かな。青木さんは抑留から2年後に帰国を果たした。しかし10万人以上の日本人は故郷に戻ることはかなわなかった。多くの仲間を失った青木さんは中学校の国語教師となり、34年間子どもたちに命の大切さを訴え続けた。戦争はそのものはするべきでない、はっきり言って。あれだけ惨めな経験してきた人間と一人として戦争をやるべきでない。